このウェブ面談を通過した人が、行くっていう感じになってるんで、いきなりオーナー面談には申し込まないでくださいっていうことですね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。フランチャイズチャンネルが応援する加盟説明会動画の一覧を見た後どうすればいいの？はい、これがちょっと徹底できてなくて伝わってない部分が、まず直るとか半額倉庫とか淡路島バーガーとかもういろいろもうね上げるとキリがないんですけれども、武田塾もはじめいろんなフランチャイズのお手伝いしてますね。全てのフランチャイズの加盟説明会動画が見れるページがあるんです。でもさすがにフランチャイズチャンネルに直で上げると本当生々しい情報が入ってますんで、さすがに全体公開はなと思って、見たい方は名前とか住所とか一言書いてもらって、こちらのサイトから行くと申し込めてパスワードが返ってきて、そのパスワードを入力するとその全部の加盟説明会が見れるという仕組みになってます。ただその後どうしたらいいかがわからない。そうですね、だから説明会の最後に次は僕とのウェブ面談になりますよみたいな話をしてて QR コードを出してたりするんですけど、基本的には動画を見ていただいた後はこれを考えたいっていう場合には、こちらの方からウェブ面談を申し込んでください。ウェブ面談って書いてある空き枠があると思うんですよ、このサイトにね。でだからオーナー面談とか何かの説明会とか書いてあるところは選んじゃダメです。ウェブ面談は今も1日に7、8件、8件ぐらいはやってるんで十分枠は取れると思いますんで、もちろんこっちとこっちどっちがいいかなみたいな相談でも構いません、その状態でもね、はい、僕のウェブ面談はここで選別するってことはそこまでしてないです。そのまま通しても加盟できないなっていう人以外は通過させてるつもりなんですよ。武田塾以外かな。武田塾はやっぱちょっとエリアも少なくなってきてるんで、エリアがないとかそういうこともあるんですけど、他に関しては例えばそのサラリーマンで貯金が200万しかなくて2000万かかるものやりたいっていうと、これは高校行っても出ないからちょっとダメですねとか、あとはもうズームで話してて全く話が通じない、コミュニケーションができないという人以外はこう上げていくつもりなので、このウェブ面談を通過した人が行くっていう感じになってるんで、いきなりオーナー面談には申し込まないでくださいっていうことですね。普通なら加盟説明会に参加したらね、いろいろ情報を聞かれて、翌日から昨日ありがとうございましたとか、こう営業電話とかかかってきたり、次どうしてください、ああしてくださいって指示が来ると思うんですけど、我々そういうことをしてないんで、なんかやっぱ加盟してって言ってしてもらっちゃったらねじれちゃうと思う、こじれてしまうと思ってるんで何もしないんですよ。だからもし説明会見てどっちかいいなとか思ったら、武田さんのウェブ面談に申し込んで、相談それでもいいと思ったら次のステップへってことで。そうです。なんならウェブ面談が終わっても困るんじゃない、みんな大丈夫だな。いや、ウェブ面談が終わったら次にこうしてくださいってことは言うので、それは大丈夫、そこで迷う人はあんまりいないですね。よかったです、じゃあなのでとりあえず加盟説明会の動画見ていいなというものがあったら、こちらのウェブ面談ページに来てください。でこの動画が加盟説明会の動画の一番上に貼られて、一番初めに見てくださいっていうことですね、はい。最新の動向とか今どんな感じだって分かるのが、実はフランチャイズチャンネルもそうなんですけど、もうちょっと一歩踏み込んで書いてあるような気もするのは竹村さんのメルマガですよね。そうです、あんまり存在を知られてないとは思うんですけど、宣伝したこともないんで。フランチャイズチャンネルをこんなに長くやってるのに竹村さんのメルマガを紹介したことあったっけと思って。ないね。ないよね、なんでこちらですね、竹村さんのメルマガがありまして、なかなかですね面白いです。僕も毎週読んでますし、競馬好きな方は最後の編集後期はね、馬のことについてしか書いてないですね。藤原先生の川柳で竹村さんメルマガいつも馬と酒っていうね、はい、さすが藤原先生で、はい、というかでさらに竹村さんが今週こういう動きをしてたよとか、いやスカイセブンモバイルこんな申し込みがあった、直るがこうだったとかね、そういう最新情報も書かれてますよね。一応この1週間みたいなのを書いてるんで、そうするとホワイトニングカフェのオーナー面談がこういうふうに進んでんだとか、そこに大体夜ここで酒を飲んだみたいなのが書いてあるんで、その酒って話にもなっちゃうんですけどね、リアルに動きが分かると思います。たまにサボるっていうかですね、出ない。実は先週ちょっとですね、前後が出てないんですけど、これはショックなことがありまして、松田聖子のディナーショーが中止になったというですね、その日の朝知って、仕事が手につかないというのはこういうことかみたいな。その仕事はメルマガだったんですけど、メルマガの最後の編集をしようと思ったらディナーショー中止になるみたいな、そういう悲しいことが起こりました。これはただ今回の件はこれしょうがないんでね、俺はやってくれとも言えないしね、そういうこともありまして、そういうことでもなければ基本的にほぼほぼ毎週で出してますんで、はい、すごい面白いんでぜひ登録してみてください。で、加盟説明会動画とか見て分かんなければ加山さんのウェブ面談、それだけお願いします。